偉大な金正恩総書記は国防力を全面的に固めたまたといない戦軍の総帥です。1990年代、朝鮮人民が苦難の行軍と呼ばれるほどとても苦しい状況に置かれていた時のことです。国の経済事情が難しくなると、一部の人たちは国防工業に絡めた会社の腹を立てられました。その時、金正恩総書記は、我々がビスケットやキャンディのようなものを作らなくても生きられるが、国防力を固めずには生きられない。今帝国主義者は弱いと認められる国に対しては武力行使もためらわずにいる。我々が国防力を固めなければ国を守ることができない、再び奴隷になってしまうと言いました。総書記は国防力を国と社会主義の運命に関わる要の問題とみなしました。それで784年、1995年1月1日、社会主義を守り輝かせるためには国防工業を発展させるべきだ、国防工業をおろそかにすればアメリカ帝国主義者に打ちのめされてしまう、物価の情勢に合わせて国の防衛力を固めるべきだと言いました。そしてその翌日にも総書記は、軍事問題ではいささかの譲歩もしてはならず、敵の侵略策動を断固粉砕できるよう万端の準備を整えるべきだと教えました。総書記が国防工業を重視し、それに引き続き大きな力を入れるように響いて、何もかも不足がちな困難な中にも祖先の国防工業は発展を続けることができました。786年、1997年9月のある日のことです。この日、総書記は、共和国の経済は重工業に基づく自律的民族経済であり、その中で国防工業が重要な位置を占める、我々は国防工業をしっかり捉えるべきである、今のところ我々に大砲や飛行機などを提供する国はない、我々はすでに築かれている経済の土台を効率的に利用して経済を盛り立て、また人民生活を向上させ、我々の軍需工業を固めて社会主義制度を守ることを考えるべきだと言いました。当時アメリカは国防予算を増やし、大量破壊兵器を大々的に生産していました。そういう状況下も国防工業を弱体化させるのは死を意味するものでした。国防工業を発展させることに対する総書記の教えは、人々に厳しい難局を乗り切る力と自信を持たせました。金正恩総書記が苦難の工業たちも国防工業の発展に大きな力を得る、その力を最大限発揮させたのは、川崎の戦軍革命指導の歴史に刻まれたまた一つの偉大な功績でした。国防力を全面的に固めて、ガーダーシとお話ししました。将来が嘱望される若い科学者。国家科学院レーザー研究所の研究者であるトム・ガンソン博士は、将来が嘱望される若い科学者の一人です。トムさんは幼い時から夢がたくさんありました。書道家や画家にもなりたて、歌を上手に歌って、平壌学生少年宮殿の日の木舞台にも上がりたいキムさんでした。山奥に生まれたキムさんが30代に博士になるとは思いもよらなかったことでした。親も見つけ出せなかった才能を見つけて、また伸ばしてくれるありがたいこの国があって、キムさんは大きくなって科学者になることを決心したのです。キムさんは平然とした英才教育の過程を済ませ、希望通り当時世界的に研究が進められていたレーザー研究分野に足を入れました。国内研究の過程を経て、欧州の研究所で各国の名だたる科学者と肩を並べて共同研究を行う過程に、秀でた実力を余すところなく発揮したキムさんでした。
朝鮮の基礎科学の発展水準を見せるキムさんの論文は、県にある国際学術雑誌と単行本にも載りました。その中でレーザーと金属ナノ材料との相互作用についての研究過程に執筆した10編余りの論文は国際学術討論会で発表されました。それで毎年優れた科学研究の成果を収めた青年の会員を選ぶ世界アカデミーだけでなく、理論物理学分野で権威があるという国際理論物理センターでもキムさんを会員に登録しました。夢の多かった山奥の少年が社会主義教育制度の下で今は世界の科学界が認める青年科学者になりました。キム・ガンヒョンさんはこう話します。앞으로저는나노레이저를비롯한나노빛기술에서제기되는가치있는연구결과들을더많이내놓음으로써これからナノレーザーをはじめナノ工技術の開発に寄与できる価値ある研究の成果を出して普通の国づくりに貢献することでしょう。また国の発展に尽くす世界的な科学者の後進を多く育成して科学技術でこの国を支える根っこになるつもりです。未来が嘱望される若い科学者、高田医師と話しました。